茶畑ってなんか落ち着くんですよね。あー気持ちいい。富士山も綺麗ですね。静岡県との県境、南部茶の産地として知られる南部町万座。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。たくさん種類がありますね。そうですね。緑豊かな南部の里にお茶畑を開き、徹底した品質管理のもと、おいしい南部茶を作り続けている。味がとっても濃いですね。一番茶のお茶で丁寧に作っているので、味も香りも本当に美味しいと思います。作り方によって、全然こう一つの茶葉からいろんなお茶ができるってことですね。先ほど私が朝歩いてきた茶畑から、本当にいろんな種類のお茶ができてるなってびっくりしたんですが、あちらもすごく気持ちのいい場所でしたね。あそこが私の茶畑で一番大きい畑なんですけど、あそこから見る富士山も綺麗なんですよね。白鳥山っていう山があって、そこの展望から見る富士山もすごい綺麗です。わー、なんか山頂で南部茶いただいてみたいなって思っちゃいました今。ぜひ飲んでみてください。すっごくさらになんか美味しそうな気がしますね。山頂だ、着いた。うわー綺麗、晴れてて見渡せますね遠くの方まで。圧倒的な美しさですね。いただきます。あー美味しい。緑豊かな南部の里で育ったお茶と富士山で縁起を担げました。今年もいい年になりますように。県からのお知らせです。身近な場所にも感染リスクがあることを意識し、3密を避ける、こまめな換気、発熱や風邪症状時の外出自粛、会食は少人数短時間で、これらを習慣にしましょう。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。